はい、佐々木です。こんにちは。前回ね、ルイスレザーの革ジャンを買いましたというね、報告をしたんですが、そちらの今日は紹介をしたいと思います。ルイスレザーですね、注文したのは本当に3ヶ月ほど前になります。原宿にあるね、ルイスレザーに直接行きまして、で何着か試着をしました。まずもちろんね、ライダースなので、ダブルにするのか、シングルにするのか、それでまずちょっといろいろ着てみて、決めようと思ってね行ったんですよ。大体ほとんどの方が多分買われるであろう、代表的なモデルというのが4種類あります。まずダブルで言うと、サイクロン、それからライトニング、これがもうね、ルイスレザーの代名詞っていうかね、2つの大きな看板ですよね。それからシングルタイプのドミネーターとコルセア、この4種類がほぼほぼ、それ以外にもね、ブロンクスであったりとか、いろんなね、コートタイプのものであったりとか、いろいろあるんですけど、大体多分買われる方が多いのはその4種類かなと思います。で、一応僕もですね、サイクロン、ライトニング、ドミネーターかな、一応その3個を一応試着しまして、で、一番しっくりきたやつを選びました。はい、では紹介したいと思います。はい、で僕が選んだのはこちらになります。はい、じゃん。ドミネーターですね、シングルの方になります。で、こちらを選んだんですけど、これが一番ちょっと自分に合ってるかなということでね、着た時にしっくりきたのでこちらを選びました。はい、で、こちらのドミネーターなんですけど、サイズの方は40です。で、一応革質なんですけど、一応ルイスレザー今5種類あって、カウハイド、それから茶芯のカウハイド、それからホースハイド、それからシープスキン、それから、ラットランドシープスキンかな。で、その5種類あるんですけど、これはですね、ラットランドシープスキンのモデルになります。もともと僕、カウハイド、ホースハイドっていうのが、ちょっと硬いとか重たいとかね、なんかそんなイメージがあったんで、買うならシープスキンかなとね、思っていってたっていうのもあるんですけど、そしたらなんかシープスキンにもなんか2種類あるっていうのを聞いて、で、一般的なシープスキンだと、シボと呼ばれるね、ちょっとこうシワとか、ちょっとブツブツみたいな、その皮膚感みたいなのがね、出てるものが多いんですけど、このラットランドシープスキンは非常にきめ細やかな、見た目本当になんかシープスキンに見えない、なんかもうカウハイドというかね、もう牛革に雰囲気的にはすごく近い感じのものなんですけど、でも羊の革です。なので非常に柔らかくて軽いです。なんか聞いたところによると、結構その何ですか、カウハイド、ホースハイド、シープスキンのいいところを中にね、みんなもう取り入れたみたいな、そんな革だそうです。なので迷わずね、こちらの方を選択しました。通常のシープスキンよりも、ラットランドにすると1万円だけ高くなるのかな、確か。それでオーダーしました。はい、で、ドミネーターはですね、胸の両胸にジッパー、ポケットが2箇所、それから、腕のね、太さを調整するジッパーが両腕で、ルイスらしい特徴的なね、こちらに、ほとんどものは入らないですけど、こちらにも小物入れが
ついております。まあデザイン的なね、要素がちょっと強いかなとは思うんですけど。で、先端にジッパーがついていて、で、一番下にボタンでパチッと止めるようになっております。それから後ろはこんな感じ。一応両サイドにね、アジャストベルトがついています。まあデザイン的にはこういう感じですね。はい、それからまあ注文する際に、まあ着丈とか、この袖丈とか、この胴回りとか、その辺もカスタムできるんですけど、今回僕はですね、着丈はもうそのまま、この袖丈だけ短くしてあります。それからこれルイスレザーの、まあ、ロゴマークなんですけど、この楕円タイプと四角いタイプという2種類あって、で僕はこの丸いタイプのものにしてます。はい、それからあと中身ですね。僕はちょっとルイスらしくってとこで赤いキルティング素材にしました。でなるべく薄く羽織たいよという人は黒いね、ナイロン素材の、ライニングもありますので、まあ、そちらをおすすめします。あとオプションで付けたのはこちらね、内ポケ、こちらの方も有料ですが付けました。はい、じゃあちょっとね羽織ってみましょう。はい、こんな感じです。結構僕ライダーズ着るとき結構、まあ、締めないでね、こうやって ラフに着ることが多いんで、だいたい普段はちょっとこんな感じで着てます。一応締めたところもお見せしますね。じゃあボタンでパチッと、はい、こんな感じです。ちょっとぐるっとしてみますね。はい、こんな感じでございます。普段待ち着をするときは多分僕はこうやってまあ開けて着ることになるでしょうね。はい、そのパターンが多いと思います。かっこいいですよね。うん、非常に気に入っております。まだね、着てから1週間ちょっとですかね。なのでまだそんなにこうエイジングじゃないですけど、まだねそういうシワとかそういったのはまだちょっと腕じわが若干入り始めたなぐらいな感じですけど、まあこのやっぱりね、ラトランシープスキンのこの柔らかさっていうのが非常に心地よくてですね、まあ本当にその最初にね革ジャン買って、こう来た時ってなんかこうね妙になんかいろんなところが突っ張るって感じなんですけど、まあ、これは本当に革質が柔らかいのでもう最初からヒュッとこう馴染むような感じで、非常に着心地が良くてね、おすすめの革です。はい、でルイスレザーは本当に注文して、まあ、イギリスの方でね製作をするらしく、まあ、最低でもやっぱ3ヶ月以上はかかるみたいなので、今からね注文かけても多分7月の中旬とか早くてもそれぐらいということなので、ただねまあいつ買っても3ヶ月以上はかかってしまうので、まあ、早めに手に入れてね、まあ、本格的に革ジャンが着れるようになる秋口ぐらいからとか、まあ、それまでにねこう家でガンガン着てですね、馴染ませて、かっこいい感じでね、今年の秋口から繰り出すっていうのもねいいんじゃないかなと思いますので、まあ、もう興味のある方はねもう早めに、
注文していただいた方がいいと思います。結構今ルイスレザー大人気みたいですので、早めに注文することをお勧めいたします。はい、まあ本当に、まあこれはドミネーターですけど、本当にサイクロンでもライトニングでもコルセアでも非常にかっこいいですから、いろいろちょっと試着をしたりして、皆さんがねご自身で自分の気に入った、革ジャンをね見つけられるといいなと思います。まあそれのちょっとね一つの参考になればと思って、ちょっと動画にしてみました。はい、まあこんな感じでですね、まあ洋服関係のこともまあ、ちょっと散りばめつつですね、いろんなちょっと自分の趣味というか、まあ、好きなものをご紹介していけたらなと思っておりますので、まあ、不定期ではありますが、更新したいと思ってますのでね、また引き続きチャンネルの方よろしくお願いいたします。はい、じゃあ今日はこんなとこですかね。はい、じゃあまた次のね動画でお会いしたいと思います。ではさよなら。